こんにちは。こちらは国立音楽大学楽器学資料館という大学の付属施設です。世界各地から約2550点の楽器を収集して教育や研究に活用しております。また当館では展示室を設けておりまして、見学の受け入れや授業の対応などもしております。それでは早速展示室をご案内しますので、こちらにお進みください。こちらが展示室です。当館の展示室は2つのエリアに分かれております。1つ目は期間を決めて展示を行う企画展示のエリアです。こちらのエリアでは過去に世界のお琴の仲間を集めた世界のお琴展ですとか、一つの地域に着目したインド驚愕の音色展などを行ってきました。またもう一つのエリアは世界の楽器や鍵盤楽器などを常時展示している常設展示エリアです。その中でも入り口入ってすぐこちらのエリアでは、大型の楽器を展示しています。こちらのアンクルンという楽器はインドネシアの楽器です。このような可愛らしい音がします。このように振るだけで、簡単に音が出せる楽器ですので、インドネシアでは学校で音楽の授業を行う際にもこちらのアンクルンを使うことがあるそうです。こちらの装飾の綺麗なグランドピアノをご覧ください。こちらの楽器はシャンツというウィーンのピアノメーカーの楽器です。特徴としてはちょっと足元を見ていただきまして、ペダルが5本ついていることが挙げられます。こちらのペダルなんですけれども、ドラムとベルというペダルやファゴットなど、普段ピアノのペダルの名前としてはあまり聞き慣れないペダルもついています。これらのペダルはオスマン帝国の軍楽隊に影響を受けて取り付けられました。ピアノの音色にドラムやベルの音を乗せることで軍楽隊のような演奏をすることができるんです。過去にはこの楽器を用いたレクチャーコンサートを企画したこともあります。その他にこちらのエリアでは19世紀のピアノの進化をご覧いただくことができます。ピアノができる前の時代の鍵盤楽器はこちらにあります。この楽器は小型のハープシコードでスピネットという名前です。少し音を出してみます。ピアノは弦を打って音を出す楽器ですが、ハープシコードは弦を弾いて発音します。とても華やかな音がする楽器です。ハンガリーのチンバロンという楽器です。ご覧になったことはありますでしょうか。またあちらの展示ケースには世界各地の楽器が展示しています。こちらのケースでは世界各地の楽器を体系的に分類して展示しています。展示されている楽器の情報はこちらの端末でご確認いただくことが可能です。楽器の写真を選んでいただきますと、楽器の名前や作られた国、いつ作られたかといった情報を見ることができます。また楽器によっては映像をご覧いただける楽器も存在します。
資料館では実際に手に取って音を出せる楽器を用意しております。楽器は様々な種類がありますので、楽器の体験を通じて新しい音楽の世界に触れてみてください。レクチャーコンサートやワークショップなど専門家の方をお招きしての公開講座も随時企画しております。資料館ホームページなどで情報についてはお伝えしていきますので、どうぞご確認ください。資料館ご見学時には学芸員による展示室ガイドも行うことができます。開館日や時間をご確認の上お越しください。お待ちしております。